では、帝国になりましたので、今日で第14回目ですね、計算科学技術特論を始めたいと思います。で今日は、量子科学計算の大規模化一度出して、分子研の、石村先生に講義していただきます。ではよろしくお願いします。ご紹介ありがとうございます。分子科学研究所計算分子科学研究拠点の石村です。今週と来週は量子科学計算の大規模化ということで、話を進めていきます。まず、本日の内容ですけれども、初めに量子科学計算と、その方法とコストなど、についてか、簡単に触れて、その後大規模計算を行うためには、どうする、何をすればいいか、そして、高速化の事例について紹介します。来週は並列化と高速化、並列化だけというわけではなくて並列化と高速化両方同時に考えてやることが多いですから、まあ、これがセットの話と、あと今後のプログラム、まあ、プログラム開発の方向性について説明していきたいと思います。ですから今週は量子科学の概要やアルゴリズムの話が中心で、来週はプログラミングの内容が中心になります。量子科学で扱うのは基本的には分子になります。ですので少し分子について振り返ってみたいと思います。分子は複数の原子を組み合わせて構成されているんですけれども、その構成する原子の種類、元素はたかだかこの周期表に出ているように110種類程度です。たった構成する元素の数は少ないんですけども、これをいろいろ組み合わせることによって何個組み合わせるか、そしてどのようにくっつけるか、そういったことで数多くの分子が合成されています。これまでに報告されているだけでも3000万種類以上の分子があって、これは毎年数はどんどん増えていっています。そしてその原子間の結合、例えばここに載せていますが、水 H2O ですと、酸素と水素の間の結合、これは、原子が担っています。ですから電子がどこに、分子の中で存在しているか、分布しているか、それを調べるということは非常に重要で、それを計算で求めるのが、量子科学という分野です。もう少し深く見てみますと、まあ、量子科学計算は分子の電子分布を計算し、分子の構造や反応性、物性などを解析予測していきます。この計算ですけども、入力としては原子の電子分布、原子軌道と呼ばれますが、この原子での電子の分布と原子座標を入力として入れます。そして基本的なハートリホック計算を行いますと、出てくるのは分子の状態での電子分布、分子軌道です。下の図にあるように、原子の軌道、これは、もうすでにデータセットがこれまでたくさんの人が用意していて、その中で、必要な精度もしくは、計算対象の分子の性質、イオンであるとか、そういったことに応じて、適切なものを選んで、入力として入れます。そして、計算して出てくるのはこのように分子に広がった分子の状態での電子分布、これを得ることができます。その計算量は、計算方法によってさまざまで、おおよそ原子数の3乗から7乗に比例して増加していきます。もっと、高性能理論ですとそれ以上に比例して、もう膨大な計算量になります。そして、計算量だけではなくてデータ量も非常に大きなものを要求します。そして量子科学計算で得られるのは、分子のエネルギーだけではなくて、微分、エネルギー微分計算から安定な構造や、繊維状態構造を求めることができます。右の図で、
A、B が反応して C、D ができるという場合の反応のエネルギー状態を示しています。 A と B が反応して C、D に行くときには多くの場合エネルギーの高い状態を一度もしくはまあ複数経由して反応が進みます。このエネルギーの高い状態を最も高いところを遷移状態と言いまして、ここをこの山を越えられるかどうかで反応が進むかどうかが決まります。そしてここに触媒を加えてありますと、ものによってはこの遷移状態のエネルギーが下がって、この山が低くなる。そうすることでどんどん反応が進みやすくなることになります。そのための触媒はをどう設計してやるかを電子状態から解明していく研究もたくさんされています。他には光吸収や光を吸収する波長はどのぐらいか、また発光する光の波長はどんなものか、そして実験でよく測定される振動のスペクトルとか NMR 核磁気共鳴のスペクトルなども計算することができます。さらに各電子の電荷、電子がどこにどの原子に偏っているか、それによってどう反応性が変わっているか、そういったことを解析することができます。さらに例えば光の吸収ですと溶かす溶媒によって波長が変わってきますから、そういった効果も取り入れることができます。そして化学反応においては電子の広がり、そして結合、それが重要になってきますから、それの電子の軌道広がりの解析なども行うことができます。そしてこれまでたくさんの量子化学計算はされてきたんですけれども、応用的なところをいくつか紹介したいと思います。一番左の図ですが、こちらは自動車の排気浄化触媒の一部を切り出したものです。ガソリンを燃やすと基本的には、CO2 水ができるんですけども、ごく少量有害な窒素酸化物や、一酸化炭素がどうしてもできてしまいます。それを、そのまま出すのでは、問題がありますから、触媒上で、無害な酸素や窒素、二酸化炭素などに変換してあります。でその反応がここに書いているように貴金属の表面で行われています。ここの貴金属には白金やパラジウム、ロリジウムなどが使われて、で例えば白金ですと今の全世界の白金の使用量のうち、毎年の使用量のうち半分弱ぐらいが自動車用に使われています。ですからコストを下げるという意味でも、また資源を節約するという意味でも、こういった貴金属の使用量を減らすというのは非常に大きな課題となっています。少しでもこの貴金属を減らすためには、減らすためには、どのような、構造を取ればいいか、またどのぐらいのサイズがいいか、そういったことを、量子化学計算から解明しようとしている研究も数多くあります。そして真ん中はグラフェン、炭素のシートを表しています。このぐらいのサイズの計算も実用的になりつつあって、ナノサイズの分子の設計、そういったことも可能になりつつあります。そして右側にはタンパク質を、小さいですけども書いていますが、新たな理論や並列アルゴリズムの開発、そして計算機の発展、これらがうまくかみ合うことによって、タンパク質の電子状態の計算も可能になって、おり、今経営コンピューターでたくさん、計算がなされています。ではここで、少し分子化学分野のスパコンについて、見てみたいと思います。量子化学計算、そして、先週あった、分子動力学計算など、分子化学の計算というのは非常に演算量が多いもので、昔からスパコンが使われてきました。こちらの図は
分子研のスパコンセンターの CPU 能力の変遷をウェブページから取ってきたものです。横軸がイヤーで、縦軸がフロップス、演算能力です。縦軸の方はログスケールで取られています。これを見てみますと、設立された1979年から数年おきにスパコンが更新されて、継続的に能力が向上しているということが分かります。それは今も同じ状況で伸び続けています。右側に1979年から10年ごとの能力、演算能力を抜き出したものを書いています。昔は最初の時は36メガフロップスということで、もう今の携帯電話よりも低い性能、当時はもうものすごく高いものだったと思いますが、そういった能力が30数年前でした。それから10年ごとにだいたい100倍ぐらいのペースで伸び続けております。この10年で100倍というのはトップ500のランキングの伸びとだいたい同じで、分子科学分野も世界の流れと同じぐらいのスピードで能力を増やしてきているというのが分かります。そして1999年を見ますと、ここが全部を足し合わせて92ギガフロップス。これはもう今すぐに数万円で手に入る Core i7、 4コアのもの、これが99ギガフロップスですから、もう10万20万で1999年のスパコンが手元に入ると、そういう時代になっています。ですから、こういったその研究の道具というのがものすごいスピードで発展しているわけですけれども、こういった分野は実験の方ではあまりないんじゃないかなと思います。ですから、この伸びというのはうまく使えばものすごいチャンスになるわけですし、計算機に振り回されてはいけませんけれども、うまく使ってやるということが非常に重要になってきます。で、細かく、具体的なマシンをいくつかピックアップしてみました。1979年が、日立のマシン2台、これは、検索していただくと画像が出てきますが、非常に大きな、大きなというか形が大きなマシンです。これが2台入ったのが最初です。そして、1999年を見ますと、全部足し合わせても5、60台ぐらいで、それほど台数は多くないと。そして2000年になると256CPU が追加され、分子科学分野では2000年から本格的に並列計算が始まったというのがここから読み取れると思います。そして最新のマシンですと、5000コアのクラスターもありますし、さらに電力効率の非常にいい GPGPU も入って、本格的にというよりかは、これからいろいろ試そうという段階、これは GPU に関してはこれからという段階かと思います。他には、K の商用版の FX10 も入っていて、FX10 でプログラムの開発チューニングをして、でその上で、K コンピューターにプログラムを持っていくという流れができています。このように、複数の、異なる種類のものを導入して、さまざまな、分野、そしてさまざまな計算機に対応 をセンターとしてはしています。そして下に、3つ、トップ500のランキングの、ナンバーワンのものを抜き出してみました。1999年には、インテルの約1万コアのマシンが出ています。演算量を見てみますと、1999年の分子研のと比較するとだいたい30分の1ぐらいのものが分子研に入っています。そして、K コンピューターと分子研の2012年のトータルを比
比べてみますと、やはりこちらも大体30分の1ぐらいとなっていて、まあ分子圏では、大体その、最新のコンピューターの30分の1ぐらいの性能のマシンが入っているということが分かります。さらに地球シミュレーター2002年に出て、これは2年半世界のトップに位置づけたマシンですけれども、これが35テラフロップスですね。これと2012年を見てみますと、もう分子圏の方がマシンは10倍演算能力が高いということで、もう地球シミュレーターよりもはるかに高い演算能力が比較的簡単に使える環境になっているということです。そして、スパコンの、利用状況についても見てみます。右の図が、利用者数の変遷ですけれども、できた当時から、だいたい400人ぐらいの、研究者が使っていて、まあ、400人から800人の間をずっと推移しているということで、まあ、できた当時ですと2台しかなかったマシンはなかったわけですけれども、それを400人が、まあ、奪い合っていたようです。今は、たくさん台数がありますから、それほど奪い合いということはないんですけれども、ただ、2000年からは状況が多少変わってきているようです。左側のセンター利用者利用論文数を見てみますと、計算機の能力台数の増加とともにどんどん論文は増えているんですけれども、2002年ぐらい、1年か2年ぐらいをピークに少し減っています。この頃に出たのがインテルのジオンとか、ペンティアム4です。これが出たことによって、研究室でもそれなりのマシン能力が比較的安く揃えられるようになって、その後比較的小さな計算はもう研究室で、そして、長時間マシンを占有するような大規模計算はスパコンでというふうに住み分けがされてきたのではないかと思います。このように、まあ、分子科学で分野では昔から、まあ、スパコンを使ってきて、その時代時代のでできる最先端の研究をしてきています。それではここから本題に進んでいきます。量子化学計算の方法とコストを演算内容から分類してみました。基礎となるハートリホック法や DFT 法、密度反関数法は二電子クーロン反発計算が中心になっていて、これは演算量は非常に多いんですけども、データ量はそれほど多くなくて、キャッシュ内で基本的にはできる演算です。ただカットオフなど if 文などがあり、現状のプログラムではなかなか CPU の性能を十分発揮するというところまでは、いってなくて、ここのチューニングが今後の課題とは なっています。そして、密対称行列の対角化なども含んでいて、計算コストはフォーマルには4乗ですが、カットオフを使うことで経験的に大体3乗ぐらいになっています。そして、ハートリホック法で得た波動関数をもとに、よりよく記述するための方法として、接動法や結合クラスター法、こちらは、密行列行列行列積がメインになります。計算量は5乗に比例しています。ちなみにここの N というのは規定の数ですけれども、量子科学の専門でない方は、まあ、おおよそ、まあ、原子数だと思って話を聞いていただければと思います。他には配置間相互作用法で、こちらは素行列の対角が入っています。こちらも5乗以上で、どこまで入れるかによって、計算量を変わってきます。そして、データ量も接動法以下、電子相関計算においては非常に大きな量を必要とします。ですから規定の数が2倍ですから、まあ、原子の数が2倍になると計算量は
N の3乗の方法ですと8倍、計算量8倍になりますし、5乗の方法ですと32倍、そして原子の数が10倍になると計算量は3乗だと1000倍、5乗だと10万倍ということで、大きな分子になると急激にその計算量が増えてきます。それぞれの方法についてもう少し細かく見てみます。ハートリー・ホック法はここに書いている一番上に書いているように固有値問題を解くことになります。ここで求めたいのは C で書かれている分子軌道係数です。最初の方に申し上げましたが、分子軌道は原子軌道を入力としてやって、それを足し合わせて分子軌道を求めていきます。ですからこの足し合わせの係数を求めていくのがこの計算の目的です。ただ問題となるのは対角化したい行列 F、 フォック行列と呼ばれますが、この F の中に求めたい解 C が入っているということで、単純にこれを固有値問題を解けばいいというわけではないです。手順としては下に流れ書いているように、まず初期の軌道係数を何らかの粗い方法などでまず求めます。それを使ってフォック行列この F を計算していきます。そして対角化して新しい軌道係数 C を求めて、この分子軌道 C が収束するまで、変わらなくなるまでこの計算を繰り返していきます。この計算の中で最も計算コストがかかるのがこの原子軌道の二電子積分と呼ばれる項です。ここは2つの電子のクーロン項になるんですけれども、単純な点電荷ですと非常に計算は楽なんですけれども、ここでは量子化学計算ではガウス関数を用いていますから、ガウス関数同士のクーロン反発を全空間で積分してやるということになりますので、まあ演算は非常に複雑になります。この二電子積分の計算がハートリー・ホック計算ではだいたい9割ぐらいを占める非常にコストのかかるところとなっています。そして接動法の中で最も用いられるのが二次の接動 MP2 法です。これはまず右側に書いて流れを書いていますが、ハートリー・ホック計算を行った後計算していくんですけども、エネルギーとしてはここに書いている式のように非常に見た目はシンプルです。シンプルなんですけれども計算が大変なのはここで書いている AIBJ と書かれている部分です。これは分子軌道を規定とした二電子積分になります。それを求める方法としてはここの式のように、先ほど言った原子軌道での二電子積分にハートリー・ホック計算で求めた分子軌道係数を1回、2回、3回、4回とかけていく。ここが最もコストのかかるところです。でここが行列積、行列行列積で求めていくことになります。例として下に C60、フラーレンの631次スター規定、まあ一般的なものを使った場合のコストを書いています。この場合ですと O というのが占有軌道数、電子が入っている軌道で、 V が電子が入っていない軌道で、 N が規定の数になります。4番目の積分変換を見てみますと、演算量としては O の2乗 ×V の2乗 ×N ということで1万5000ギガフロップになって、Core i7、4コアをフルにもし使えたとすると大体約150秒で2分半ぐらいで終わるような計算です。ですからこれを4回変換を行いますから、まあ大まかに言って10分ぐらいで1台のパソコンでできるような演算になります。データ量については最後の AIBJ を蓄えるとすると
倍精度でだいたい67ギガバイトということで、1台のパソコンではちょっと量多いかなというぐらいのデータ量になります。続いて、配置管総合作用法です。ウェブに載せている資料ではおそらく、配置管の管の字が間違っていたので直していただきたいと思います。この方法は、冷気状態などの計算で、用いられています。一番シンプルなのがこの CIS 法で、一電子冷気の状態を求める方法です。これを、たくさんある一電子冷気配置の線形結合で足し合わせていきます。イメージとしてはまずハートリーホックで求めた電子軌道、電子がこの青で詰まっているのがもともとのハートリーホックで出た電子配置です。ここから一つだけ電子を空のところに入れてやる、これの線形結合で求めてやろうというのが CIS 法です。 CISD シングルとダブルを1電子と2電子の冷気を考えるのが CISD 法で、こちらは、こう 1電子冷気配置だけではなくて2電子冷気配置も考える。この場合の計算量ですけども、こちらもフラーレン C60 で考えると、 CIS の配置の数、冷気配置の数というのはおよそ10の5乗、 CISD ですと10の10乗になります。そしてこの配置の数が素行列の次元数となりますから、CISD になると、10の10乗かける10の10乗の素行列を解くことになります。かなりゼロが多いので、全部、それほど、密行列も比べると演算量はそれほど多くはないんですけれども、それでも非常に大きな次元となっています。厳密にはこの配置の数は、スピンなどを考えると、厳密に言うとまあ違うんですけれども、大体オーダーとしてはこのぐらいですので、計算量が1電子冷気、2電子冷気まで含めると非常にどんどん増えていく、そして3電子冷気まで入れるともっと膨大になるということを読み取っていただければと思います。このように非常に計算量が多い、そしてデータ量も多い量子化学計算を大規模に行うためには、さまざまな手法が必要になってきます。大きく3つにカテゴライズしたんですけれども、1つが近似の導入です。これは、北浦先生が提案された、タンパク質をアミノ酸残基ごとに分けるフラグメンタリー不毛法や、中井先生が提案されたディバイアンドコンカー法、ほか諸熊先生のオニオム法とか QMMM 法など、こういった分割するアプローチ、さらに、エフェクティブコアポテンシャル、内核の電子をポテンシャルで置き換えるものとか、電子相関計算では、内核からの利益を考えないフローズンコア近似とか、軌道を極材化させる方法など、科学的な知見をうまく利用して、演算量計算を減らしていく方法、そして高速化で、演算量を削減するというのも重要ですし、先ほどのハートリーホック法の収束繰り返し回数を減らすというのも非常に重要になってきます。さらに、プログラムの書き方次第ではスピードが何倍も変わることがありますから、実行性能の向上、これも、不可欠になってきます。さらに並列化で、計算機間の並列化もそうですし、計算機内、もう今は1ノードにたくさんのコアがありますから、計算機の中の並列化も、絶対にやらないといけない。でさらに、データはもう大規模になりますから、それをどう分けるか、それも考えないといけない。こういったことをいろいろ組み合わせたり、複数を同時に使うようにして、大規模な計算を可能にしようといろんな取り組みがされています。ここで青で書いているのが、プログラミングが特に重要になる内容で、これは、来週詳しく説明します。まず近似についていくつか見てみます。フラグメント MO 法は北浦先生が1999年
に提案され、もう10年ぐらい経って今 K コンピューターで多くの計算がされるところまで発展しています。大きなタンパク質をアミノ酸残基もしくは複数の残基ごとに分割して1両体と2両体のエネルギーからタンパク質全体のエネルギーを計算する方法です。この式のように1両体のエネルギーとあとは2両体にした時の総合作用エネルギー、これを全部足し合わせることでトータルのタンパクのエネルギーを求めることができます。さらに正確に求めるためには2両体までではなくて3両体とか4両体の計算を行うことでより精度を上げることも可能です。この計算の大きなメリットとしてはこのエネルギー計算をするだけでアミノ酸残基ごとの相互作用エネルギーの解析にもなっているわけです。普通の場合ですとエネルギーの計算を出すと全体の分子軌道などは得られるんですけども、FMO 法ではアミノ酸残基ごとに分けた場合ですと、例えばこのアミノ酸とこのアミノ酸が非常に強く相互作用して強くくっついているとか、それとか反発しているとか、そういったのがエネルギー全体を計算するともうすでに解析データももうすでにあるということで、非常に応用計算するにあたっては大きなメリットとなっています。他にディバイダーのコンコア法も今 K コンピューターで効率的に動くように開発が進んでいます。他はオニオム法や QMM 法は分割するんですけども、重要なところを非常に高精度な方法で、それ以外を粗い方法でといった違いがあります。エフェクティブコアポテンシャル法 ECP 法、これもよく金属が入ると使われるアプローチです。原子間の結合は価電子、原子の外側にある電子が結合に関与しているのが大半ですので、内側の内核の電子はそれほど重要ではないと。それだったらもうそこをポテンシャルに置き換えて計算量を減らしてやろうというアプローチです。有名なのがヘイワットのポテンシャルで、ランエル2で知られているポテンシャルです。内核をランエル2にして、バレンス、価電子のところをダブルゼータにしたランエル 2DZ は非常によく用いられているポテンシャルになっています。他にも複数いろいろあって、大体のプログラムにおいてはデータベースがもうすでに入っていると思われます。そして、フローズンコア近似ですが、これは、電子相関の計算において内核からの冷気配置を考慮しない、そうすることで冷気配置の数を減らして、計算を早くしようというアプローチです。複数の分子の、比較を通常はするわけですけれども、内核からの冷気の寄与というのはどの分子でも大体同じだろうという前提のもとで、こういった冷気配置の制限を行っています。ただ内核が重要になってくる NMR 計算などではこの方法は使わない方がいいと、きちんと内核もの電子状態もきちんと含めて全体をきちんと記述してやる必要があります。さらにローカライズドMO法、これは電子相関の計算において通常のハートリホック計算を行うと分子全体に広がっている分子軌道を極材化、一部の原子もしくは原子間に極材化させて近くの軌道間の相関のみ考慮する方法です。ここには水の場合を書いていますが、水分子を計算、ハートリホック計算をしてやると、こういった分子全体に広がった
分子軌道、電子の広がりを得ることができます。これを、まあ、適切なユニタリー変換をしてやることで、一部の原子、酸素の原子に集中させる、もしくは、酸素と水素の間の結合、この領域に集中させる、そういったことを行って、でその上で、電子相関計算、NP2 計算、結合クラスター計算などを行っていきます。そして、真ん中に書いているレゾルーションオブアイデンティティ法、 RI 法、もしくは、電子ディフェクティング法とも呼ばれますが、補助規定を導入することで、4中心、二電積分4つのインデックスがありますが、これを三中心の積分などの積で、に、展開したやしてやって、計算量、データ量を減らそうというアプローチです。先週の、MD の時の話でも出ましたが、量子化学計算でも、FMM が用いられる場合もあります。特に大きな分子になってくると、まあ、遠くの、空路の軌道を、多極展開してあるということで、計算量を減らしています。あ、それで、気をつけていただきたいのは、こういった近似の方法はもうどの分子でも使えるというわけではなくて、もともとその近似を導入した、根拠とか、前提、そういったものをきちんと理解した上で、使わないと、開発者の以外の使い方をするとうまくいかないということも多々ありますから、きちっと方法の内容、理論的なところもきちんと踏まえた上で利用するのがいいと思います。続いて高速化についてです。まずは演算量の削減で、まあ、一番簡単に思いつくのは、計算コストの大きい1電子2電子積分計算アルゴリズムの演算量の少ないアルゴリズムを開発する、オーソドックスな方法ですね。他には、求めたい精度よりもはるかに小さい値のデータはもうスキップしましょうということも数多くされています。一番効果があるのはシュワルツの不等式を使ったカットオフです。ここに書いているように、これはハートリホック計算の場合を想定しているんですけれども、原子軌道の2電子積分を計算する場合4つインデックスがありますから、40ループが回ってその中で計算していきます。通常は、シェルごとにループを回してやって、このシェルというのは S だと1個、 P だと XYZ の塊で、 D 関数だと X2 乗 Y2 乗 Z2 乗など、6つの関数の塊、これをシェルと呼んでいますが、このシェルごとに、ループを回して、そしてシェルごとに、積分を計算するかどうかを判断しています。この下の、すみません、ように40ループの中で、if 文を使って計算するかどうかを判断しています。ここで用いているのがそのシュワルツの不等式で、4つインデックス、μ、ν、λ、σ ありますけども、使うのは μ、ν、μ、ν の積分との最大値と λ、σ、λ、σ の最大値、これのルートを取ったものがある式位置よりも大きい場合は計算しなさいというふうに使っています。ですから 4乗の計算のところで判断をしているんですけれども、使っているデータ、そのために判断するデータとしては μν、μν ですか、2つのインデックスですから2乗のオーダーになります。ですからこの40ループの前にあらかじめ20ループでこの積分のブロックを計算してデータセットを用意しておきます。
そして40ループでこの判断をしてどんどん積分を計算する量を減らしていきます。100原子ぐらい、3次元の100原子ぐらいの分子ですと、おおよそ 90% から 95% ぐらいの積分を落とすことができます。ただ10原子の価電子用の関数ですとか、イオン用のアニオン用のより広がった関数など、ガウス関数の指数の部分が小さい場合、この右下に書いていますが、指数が小さい場合はかなり広がっています。そうすると原子から遠くまで値があるために、このスクリーニングはあまり機能しないこともあります。ただこれはハートリホック法だけではなくて電子相関の方法でもよく使われて、非常に効率的なスクリーニングとして使われています。他には対称性の利用もいろいろなところでされています。二電子積分ですと4つインデックス μ、ニュー、ラムダ、シグマがありますが、この中身を見ますとこの式のようになります。1番目の電子のところが μ と ν で、2番目の電子がラムダ、シグマで、この式を見ると、複素協約を取るところもありますが、基本的には通常の計算ですとガウス関数は実関数ですので、もうここはμ と ν、ここは入れ替えても全く同じになると。でさらに2番目の電子のラムダとシグマ、これも入れ替えても全く同じ。でさらに1番目の電子と2番目の電子を入れ替える、つまり μ、ν のペアとラムダ、シグマのペアを入れ替える、そうしてもこの積分は全く同じになりますから、この μ、ν、ラムダの積分を一つ計算してやると、それ以外に μ、ν、ラムダ、シグマ、ラムダとか、あとこの入れ替えたものなど、8種類 μ、ν で、半分、ラムダ、シグマで半分、 μ、ν とラムダ、シグマで半分で、合計、計算量8分の1になります、にすることができます。これを利用してやると、ホック行列を計算するところで、このミュー、ニュー、ラムダ、シグマ、この黒で書かれているやつを一つ計算することで、このインデックスを入れ替えたこの青のミュー、ニュー、シグマ、ラムダとか、あと青赤で書いているもの、これも全く同じ値になりますから、これも同時にもう足し込んであるということをやっています。そうすることで、演算量は8分の1に落とすことができます。こちらもハートリホック計算だけではなくて電子相関のところでもよく使われています。演算量の削減だけではなくて収束回数の削減も非常に重要になります。SCF、ハートリホック計算のや DFT 計算の収束回数を削減するのは非常に重要で、これまでたくさんの方法が提案されてきています。その中でよく用いられているのがものをピックアップしました。非常に有名なのが DIIS 法で、これは外装法ですね。エラーベクトルを最小化するように、過去の履歴をうまく足してやって、できるだけ、真の解に近づけるようにするという方法で、他には、ゲーム性に入っているセカンドオーダー SCF 法、ゲーム性に入っているのはこれのの二次微分のところが、禁止的になっていますので、スードセカンドオーダー SCF といってもゲームそのものはいいかと思います。こちらは、
占有軌道と非占有軌道のミキシングのパラメータをエネルギーで微分、エネルギーをそのパラメータで微分し合って、ニュートン・ラフソン法で、下げていくという方法です。他にはレベルシフト法、これは、電子が入っているところで一番高いホモと電子が入っていないところで一番低いルモ、このギャップが小さいときには、計算を SCF 計算を繰り返しているときに時々入ってはいけないルモのところに電子が入る可能性があります。それを防ぐために人為的に電子が入っていない軌道のエネルギーを上げてやると、人為的にしてやります。そうすることで、適切なところに電子を入れたまんま繰り返し計算を行うことができます。ただ、人為的に上げてやるために、占有軌道と非占有軌道のミキシングが起こりにくくなるためにあまりこれを大きくギャップを広げてやると、収束回数は大きく、増えることもあります。ですからホモのギャップが小さい、DFT 計算とかあと金属が入った時にはこれを使うことがあります。そして、もう一番重要といいますか、人間の手でやるところではあるんですけども、非常に有用な方法は、まず小さな規定で、ハートリーホックナイ DFT 計算をしてやる。その上で、それを初期軌道にして、実際にやりたい大きな規定での計算を行います。これをワンステップでやるかツーステップでやるか、それは最終的に使いたい規定によるんですけれども、特に DFT 計算ではこれ、方法が有効になります。いきなり大きな規定で DFT 計算をやるとおかしなところに電子が入って、全く収束しないということが多々ありますから、まずは適切なところに電子を埋めてやって、小さな規定で埋めてやって、その上で、大きい DFT 計算をやる。そうすることで、収束がまずしなかったものが、きちんと収束するようになりますし、回数も減らして、計算時間を減らすことができます。SCF もそうですし、あと構造最適化計算、こちらも何度も繰り返してアンテナ構造を計算して、エネルギーの一時微分がゼロになるまで、ほぼゼロになるまで繰り返していきます。ここで使う方法は、よく使われているのはニュートン・ラフソン法で、一次微分と二次微分を使って、できるだけ回数を減らすという方法です。ただ、二次微分を計算すると非常に計算コストがかかるために、ほとんどの場合は、二次微分ヘッシアンを一次微分から近似的に求める方法、 BFGS 法が使われています。さらに、1次微分、2次微分の値を早く求めるだけではなくて、効率的な座標系、これも実用的な計算では非常に重要なポイントになります。ガーシャに入っているリダンダントコーディネートとか、ガーシャに入っているデローカライズドコーディネート、これを使うことで、科学的な知見をうまく利用することで、回数を減らしています。通常の XYZ カーテシアンでやるよりもはるかに回数は、少なくなるということで、この座標系をうまく使ってやる、適切な座標系を使ってやるということは、大幅に、構造を求める時間を削減する重要なアプローチになります。そして、実行性能の向上、ここは、プログラミングの話になりますが、シムド演算の利用、もう今の計算機ですと一つの命令、これは PC でもスパコンでも K でもそうですけども、一つの演算命令で複数のデータを一度に処理しますから、うまく同じ演算を同時にしてそういうデータを持ってきてやるということがポイントになります。ですから具体的にどうするかというと、 Do ループ、フォートランでいうと Do、 そして C4 のループをぐるぐる回してやる、そういった書き方にしてやることで、計算機の性能を引き出すことができます。そして
して時間のかかる演算回数を削減、これは先週もお話が吉井先生の方からありましたけども、割り算や組み込み関数の回数を減らしてあると、まとめて演算したり、同じことをするのであればループの外で一回やってそれを別変数に蓄えてやると、そういったことで時間のかかる分を減らすと、さらにデータアクセスを効率的にしたアルゴリズムやプログラムの開発、特に連続したデータアクセスをすることによってキャッシュミスの削減を減らしてやるということが重要になってきます。ですから多次元、特に多次元配列をの取り扱いには注意する必要があります。ここに書いているのはある配列 A が XYZ の並びなのか ZYX になるのか、この中のループの回し方とか、あとは並列かどこで分けているか、それらを考慮して決めてやる。そうすると演算回数は全く同じでも、このデータ並びが一つ、これは違うだけで計算時間が大きく変わるということがよくあります。一番下に書いているのは、相対的な、データを取ってくる速度ですけども、メモリから L2 に行くのを1とした時には L2 から L1 に行く時はその10倍のスピードでデータが届く、で L1 から演算機に行く時にはその100倍でデータが届くということで、うまくキャッシュ内にデータを残してそれをうまく再利用する、そうすることで、非常に遠いメモリから時間をかけてデータを取ってくるよりもはるかに短い時間で演算をどんどん行うことができます。いろいろ言いましたけども、できればやはり開発する立場とすればコンパイラーの最適化オプションをいろいろつけてやれば早くなってほしいと思うんですけれども、なる場合もありますが、基本的にはやはりコンパイラーが最適化しやすいように人間がきちんと、そのデータがどうメモリーから移っていくかとか、演算がどのようにされているか、そういったことを理解した上でコードを書かないといけない大変な、時代になっているんじゃないかなと思います。ですからここは、開発者がしっかり頑張らないといけないし、さまざまな知識を持って、作らないといけないということを、強く言いたいというところです。そして、自分で、具体的にループを回すだけではなくて、ブラスとかレイパックなどの数学ライブラリーをうまく利用して、手を抜きながら、性能を上げていくということも、重要になってきます。こちらはすで、に、中田先生の方から、講義があったかと思いますが、こういったライブラリーをうまく使ってやって、高速化、CPU の性能を引き出すと同時にノード内の並列化、スレッドの並列、これも同時に行うことができますから、それを同時に両方を、まとめてやると、そのためにどうループを回せばいいか、式をどう変形すればいいか、そういったことも含めて、トータルに、考えて、最適化してやるとうまく CPU の性能、すべてのコアを利用することができます。ただ、ブラスライバリーを使うときに何でもかんでも行列かけ行列だからといって使うのではなくて、ある程度大きいサイズの場合に使うと、小さい配列、例えば100次元とかそのぐらいですと、サブルーチンコールのオーバーヘッドの方が大きくなる可能性がありますから、ここはそのぐらいの小さなやつです、配列とかベクトルですともう手で書いてドゥーループで回した方が早い場合もあります。そして、ブラスのレベル2を多く使うよりブラスの3でまとめて一気に実行する、
ことも心がける必要があります。ブラス数というのは行列かけるベクトルで、書き方によっては行列かけるベクトルを何度も違うベクトルに対して行うということもあります。それを別々に行うのでなくても行列かける行列の形にしてやって、1回のコールで、まとめてやると。そうすることで、一気に、スピードが上がります。理由としては、ブラス2の方は演算量が N の2乗で、必要なデータ量も N の2乗、レベル3は演算量が N の3乗でデータ量が N の2乗ということで、何度もレベル3の方はデータを使い回すことができて、先ほどのキャッシュをうまく利用することができますから、ここは重要なポイントです。続いて並列化ですけども、こちらはまず計算負荷を均等に分けてやる、これは基本的なところですね。ただその時にはそもそも元の式のままでいいのか、もしくは式を展開し、もっと細かく展開してやった方が分けやすい場合もありますし、そういった式をのところから見直す、そして多重ループをどう回すか、 XYZ だけではなくてさらに他にファクターがあって40、50になっている場合どういうふうに回せばいいか、それによって分け方が変わってきます。計算が増えるだけではなくて、データ量も増えますから、それをどう分けるか。 K のメモリーですと1ノード 16GB で、全部使って8万ノードの場合ですと1ペタバイトという非常に膨大な量になります。で、こういった大きなメモリー領域、たくさんのノードを集めたときにたくさん使えますから、それにどう分けてやるか、ここも同時に考えてやる。量子化計算ではよく中間データをディスクに貯めるということがこれまで行われてきたんですけれども、おそらく今後の、K もそうですし、今後のスパコンを考えると、それぞれのノードにディスクがつくという構成ではなくて、一箇所にネットワーク越しにディスクシステム、大きなディスクシステムを用意してそれを共有するというシステムが増えてますから、そういう意味ではあまりディスクは使えない可能性が高い、性能が非常に落ちる可能性がある。さらにPC クラスターを見てみても、今ですと例えば16コアで1つのディスク領域を共有しているような状況ですから、今後ますます増えるコア数を考えると、PC クラスターでもディスクはあまり使わない方がいいんじゃないかなというのが個人的な意見です。こう分けてやるだけではなくて、通信量や通信回数を削減していくと。これまでの個人的な経験もそうですし、他の方の状況、特に K でのチューニングを見てみると、並列計算のチューニングで最後にどうしても残るのは通信関係という場合が多かったですし、今でも多いかと思います。計算負荷は比較的均等に分けても、どうしても通信でデータは分けてやるためにどこかで通信は入ってきます。そして、通信の時間はどうしても、たった1バイト送るためだけでもどうしても最低かかる時間というのがあります。それをレイテンシーと言いますが、それが、大きく足を引っ張る場合もありますから、それをどう量を減らして回数を減らすか、こういったところをもう最初の段階からしっかりと考えていく必要があります。並列化するときはノード間は MPI で、ノード内は OpenMP、 これが今のスタンダードな方法ですし、K ではこのやり方でやるというのが前提でハードも作られているようです。並列化率と並列加速率について見てみます。これは、アムダールの法則をただ、絵にしただけなんですけれども、
右側が数十コアの PC クラスターの場合、左側が PC クラスター、右側がスパコン数千コアの場合で、並列化率というのは全計算のうち何パーセントが並列化されているかという数字です。左側の PC クラスターの場合見てみると、赤いこの 99%、 計算全体の 99% 並列化してあれば、数十コアでもそれなりにスピードアップは図られる。ただし数千コアぐらいのスパコンレベルになりますと、もう 99% ではもう見ての通り全く伸びない。そして青の 99.9%、 これでももう 数百倍にしかならない。数千コアを使おうとすると、もう 99.99%並列化してやらないと効率が出ないということで、もう計算の10のところだけ並列化するのではなくて、もう徹底的に全ての計算を並列化しないとスパコンでは効率が出ないという状況です。それで並列化の手法を難易度別に並べてみました。下から見ていきますと、一番楽なのはコンパイラーの自動並列化。これはもうコンパイルするときにオプションをつけるだけなんですけれども、これでノード内の並列をインテルコンパイラーや PGI コンパイラーなどはしてくれます。ただやったことある方はご存知だと思いますが、基本的にはこれでは性能は出ません。よっぽどうまくプログラムを書いてないと効率は出ないことがほとんどです。例外なのは K コンピューターで、 K の、コンパイラーは比較的、うまく頑張ってくれて、コンパイルをするのにも時間はかかるんですけれども、比較的ノード内の並列化は、自動並列化はやってはくれます。ただそれでも、8コア使って8倍ということは、あまりないですけども、インテルのコンパイラーよりかは、賢いというか頑張ってくれます。ただそういう状況ですので、これに期待するのは、できないと考えた方がいいです。その次に楽なのが、先ほども言ったブラスレーパックのライブラリを使う。これはノード内ですけれども、行列演算、ベクトル演算を、ライブラリに投げる、お願いすると。これはインテルだと MKL ですし、 AMD だと ACML ライブラリーとして配布されていて、インターフェースはもう決まってますから、もう一つソースコードを書いておけば、そのマシンを使うときにどれをリンクするかを選ぶだけでいいと。そして次に MPI です。これはノード内でもノード間でも使えますが、使い始めは最初はちょっと大変です。MPI イニットから始まって、最初はおまじないをいくつか書かないといけないですし、ちょっととっつきにくいところはありますが、性能を出すのは OpenMP よりも比較的楽です。この MPI はもう指示したところでしか通信をしませんし、計算を分けるときも MPI のランクを使って分けるところしか並列化しませんから、どこが並列化されている、でどこで通信があってっていうのはもう書いてる人がよく分かるということで、その原因もすぐに分かるので比較的チューニングとしては楽な方です。そして一番難しいのが OpenMP。 これはノード内ですけれども、使い始めるのは簡単です。もう1行指示行を書くだけでノード内を分けてくれるので、最初はとっつきやすいんですけれども、実際性能を出そうとするとこれはおそらく OpenMP の方が難しいと思います。OpenMP の指示行を入れて、並列化させるだけでコストはかかりますし、あと、基本的にはノードの中でデータを共有するということで、想定外のところで値が上書きされる
ということもあります。そういう意味で、チューニングも大変ですし、デバッグも、オープン MP の方が大変ではないかと思います。ただ、この上に書いてる赤で書いてる3つは、今の PC クラスターから K コンピューターまで、をうまく使う効率を出そうとすると、この3つを全部使って書く必要があります。そして、MPI と OpenMP を両方使うことでどういったメリットがあるか、まずこれを両方使うときにはどういった使い方をするのかを、書いたのが左上の図です。ノード間は MPI で分けてある。なので、一つのノードで、一つの MPI プロセスを立ち上げるのが、通常で、それぞれに一つずつ MPI が走っている。そしてそのノードの中で、各コアに対しては OpenMP で、並列化してやる。こういったやり方をします。このメリットとしては、一番大きいのはこの赤い文字で書いてますが、 OpenMP によるノード内メモリーの共有です。特に量子株計算では非常に多くのデータを電子相関計算では扱いますから、たくさんのメモリ領域が欲しい。ただ、もし MPI だけで、プログラムを書くと、こちらの図のように、MPI だけで書くと、各コアが CPU コアが自分のメモリ領域を確保します。そのために、たくさん一つのノードの中にメモリがあっても、実際に使えるのはそのコア数分の1になってしまいます。一方 OpenMP は、データを共有できますから、そのノードの中にあるメモリをそれぞれのコアが、上書きさえちゃんと気をつけてやれば全部を使うことができる。そうということで、MPI と OpenMP を、併用することで、たくさんのメモリが使えるようになります。デメリットとしては開発が大変にはなりますけれども、それ以上のメリットが、量子化学計算ではあります。そして、MPI 通信のチューニングですけれども、ここは、通信時間はデータサイズによって、要因が異なりますから、それぞれ に対応策があります。小さいデータを送るときは、時にかかる時間というのはもうレイテンシーがほとんどです。ですから、例えば8バイト送ろうと16バイト送ろうと、かかる時間というのはほとんど同じです。どうしてもたった1バイト送るためだけに最低限かかる時間がありますから、それが、8バイトでも16バイトでもどうしてもかかってしまって、それがメインの時間になってしまう。ですから対応策としては、送受信の回数を減らす。そして大きなデータの場合、これは、通信どういった通信をするかにもよるんですけども、だいたい1メガバイト以上ぐらいを考えていただければいいかと思いますが、そうなると立足要因はバンド幅になります。そうするとできるだけデータ量を、減らして、通信するということを考える必要があります。ですから小さいデータの場合ですと、対処例はこの下の通りになります。何度も送受信するよりも、一度、送信用のバッファー配列を作って、そこにデータをコピー、ノードの中でコピーします。そして、1回だけ送信して、で受け取った先で、改めてコピーし直すと。そうすることで、通信時間レイテンシーを大幅に減らすことができます。現在の MPI 通信のレイテンシーですと、実装にもよりますが、だいたい1マイクロ秒程度はかかります。 Core i7 最新の4コアのマシンですと、1マイクロ秒というのは10万回の演算に相当しますから、何回も小さなデータを置くよりかは、一度バッファーにコピーして1回だけに減らすと
というのが非常に効果的になります。 OpenMP のチューニングについてですが、チューニングというか、書き方ですね。OpenMP の並列領域ではすべての変数をノード内で共有する変数シェアードか、各スレッドか別々の値を持つプライベートに分類分けてそして指定してしなければいけません。特に既存のコードに OpenMP を導入する場合はプライベートにすべき変数の指定忘れで、想定外の値が上書きされ想定外のところで値が上書きされて、値がおかしくなるということがよくあります。ですから、既存のコードに少しだけ OpenMP を入れるのであれば、そのままそのコードを使えばいいんですけれどもいろんなところを変えることになるともう既存のコードをいじるよりも、一から作り直した方が結果的には開発時間が短くなることもよくあります。デフォルトはシェアードでコモンモジュール変数はシェアードで Do 変数は、フォートラの場合ですとプライベートここは、フォートラの場合を前提に書いています。オープン MP 領域で呼ばれの中で呼ばれた関数やサブルーチン内で新規に使える変数はプライベート、具体的に言うと、こちらのコードで、オープン MP の領域で、テストというサブルーチンが呼ばれています。でこのテストというサブルーチンの中で、使われる変数こう J はもともと Do の変数ですがプライベートですし、TCCI という変数は、元のところ にありますからこれは、デフォルトのシェアードになっています。そして、モジュール変数これも、シェアード何もしなければシェアードですから、CMSI という変数はシェアードになります。ただこのサブリッジの中で新規に出てきた変数この場合だと IMS ですがこの変数はプライベートになります。このように、使う OpenMP を入れるときにはきちんとその中で使われる変数がプライベートかシェアードかというのは全部把握しておかなければ、値が合わなくなります。そして OpenMP のオーバーヘッドも常に考えておかなければいけません。OpenMP のパラレルとか Do 特に Do を分けるときにスケジュールダイナミックをつけると、結構これコストがかかります。具体的に数値を測定したことはないんですけども、こちらも1マイクロ秒とか10マイクロ秒とかダイナミックだと、かかるようですので、かなり演算をロスして、分ける操作をします。ですから OpenMP の領域の中の計算量が少ないと、かなり問題になります。ですから、OpenMP で、ノード内で分ける場合はできるだけたくさんの演算を一度に、その OpenMP 領域にしていく。また Do ループを分けるときもあまり内側で分けずに、できるだけ外側で分ける。そういったことを考えて、並列化しないとせっかくスレッド並列したのに速くならないということも起きてしまいます。あと排他的処理やアトミのクリティカルアトミックを多用するとこれはもう、他のコアが処理できないように止めて、特定の演算をしますからそうすると待ち時間が出てきます。これを本当に少しだけ使う分にはいいんですけども多用するともう待ち時間だらけになって、むしろ遅くなるということもあります。ですからできるだけ上書きをしないようなコードにして、クリティカルアトミックを使わないようにするとかあとはもうスレッドごとに変数をプライベートとかリダクションで用意してやって、もうできるだけ他のスレッドの邪魔をしないようにする必要があります。あとコモン変数モジュール変数をプライベートの変数にする場合これはまあ既存のコードをOpenMP を入れる場合ですけれども、一番便利なのはスレッドプライベートを使う
ことですけれども、これも対応するとオーバーヘッドは無視できなくなることがあります。特に経営ではこれのコストのためになかなかプログラム早くならないということも聞いております。ですから、解決策としてはもうコモンモジュール変数をプライベートにしたいときはもうコモンモジュールを使わずにもうサブルーチンのいや関数の引数に変更してやって、それでデータを渡してやると、そういった書き換えをすることで、こういったコスト、余計なコストは、省くことができます。このように、並列化、高速化並列化を紹介してきましたが、これ、今後のインテルなどの、ロードマップ見てもやっぱりノードあたりの CPU のコア数は、まあ、もうしばらく増えそうで、スパコンレベルでもそうですし研究室レベルでも使えるコア数というのはもうしばらく増えると思います。ですから、並列化や高速化というのはもうスパコンだけの話ではなくて、研究室レベルでももう不可欠のもう避けられない状況になっています。ですから、今 K コンピューターで、並列化頑張っている方たくさんいらっしゃいますけども、そういった人たちは単に K を使うためだけにやっているのではなくて、通常の計算の底上げも同時にやっているということで、こういった並列化高速化というのはもう今後、まあ、当たり前といってはあれですけども、普通にプログラム言語フォートラインや C を覚えるのと同じようにこういったことも勉強しないといけないのではないかと思います。そしてスカラー型の CPU を搭載しているスパコン、まあ、K もそうですし大半のインテルのジオンとか搭載されているスパコン、そして PC クラスターも開発同じスカラー型ですと開発方針とかソースコードはだいたいちゃんと性能を出すようなソースコードというのは大体同じだと思います。もちろん K に特化したようなところも多少ありますけども、まあ、そんなに多くなくて、K で性能を出すようにすれば、PC でも性能が出るといったことが大半ですから、そういう意味では並列化高速化というのは特定のものだけのためにはやる必要はないのかなと思います。ただ例外としては、ベクトルとか、GPU とかそういったところは少しハード的に違いますので、そこは方針等も変わってくるかと思いますが、まあ、今回はその辺の話はスキップします。あと、昔に、渡辺さんがおっしゃっていましたけども、こういったチューニングとかは、まあ、どの程度やるかというのは、まあ、何をしたいかにもよるし、まあ、ゴールはどこにあるかによってもまあ異なります。ですから、あまりチューニングだけに力を入れすぎるのではなくて、もともと何をしたいのかをしっかりと常に頭に入れた上で、こういったことをやっていけばいいかと思います。あと難しさについては、まあ、分野によっては、まあ、量子科学はそうなんですけども、式の導出からやり直す必要がある場合が多々あります。あと、まあ、K だけのチューニング点は、まあ、それほど多くは、ないです。あと、既存のコードの改良では、性能を出すのが難しい場合があります。先ほど言ったそのオープン NP を入れるときとかの難しさ、そういったのもありますし、あと、ノード間でデータを分けるときにそもそもの、配列の取り方を根本的に変えないといけない、そういったこともありますから、ある程度大規模を目指すのであればもう一から該当する部分を一から作り直す方が、いい場合は結構あるんじゃないかと思います。あと高速化の具体例ですけれども、もう時間が来ているのでこちらは来週に移したいと思います。まとめは、今言った通りです。
それでは質問の